だいぶ歩いてきました。イグラ線がこの先ね細くなってくるようですね。ただねまだね3分の1も来てねえかも。これねちょっとね歩き始めて30分、1時間50分だからあと10分もしたら U ターンに入らないと帰れなくなっちゃうな。だいたい3分の1ぐらいですね。これ次来るときは、まあ、来ないと思うけど、必ず1000円だけど自転車借りた方がいいな。これは借りないと反対側に渡りきれない。伸びちゃうね。阿蘇の松、全国から松が送られてきて植えてあるんだな、九州に。うわぁ、すっげー枝。すごいね。松の枝がま、これすっげーいい枝ぶりだね。だいたい、結構歩きましたね。だから山の頂上行かなきゃいけないんだよな。だから U ターンそろそろするかな。ダメだから。諦めて U ターンします。これで戻って1時間でしょ。あと、ロープウェイで山の頂上行かないといけないんだ。で、これを見下ろすというかね。そこ重要だね。いやー、すげえ。帰り見ても、この松林。これが自然にね、このできてるってすごいよね。埋め立てたわけでもないし、ね、さすが日本三景。松島とね、この秋の天の橋立ては本当自然に形成された、風光明媚な風景ですね。宮島はね、これは平平家が作った神社。で、有名で、ね、秋の宮島というのはありますけれども、うん。これは像、ね、そういう建築がなければ、人の手が入れなければ、形じゃなかったんですが、この、ね、天の橋立て、本当に自然に作られた、まさにね、日本三景にふさわしいですね。いやー、これ自転車借りるべきだったね。これは、渡りきれない。というか、体力もちょっと続かないですよね。これね、体力も続かない。ただ景色は最高。すごい松のところに帰ってきました。いやー、こうやって見てもすっげーな。すんごい。これ一人人がぶら下がってもね、なんともねえんだろうな。いい枝ぶりだぜ。あ、出発地点に帰ってきた。お土産買って、ロープへ乗ろう。リフトが見える。あれか。ちょっと怖そうだな。ちょっと怖そうだね、あれね。クラフト。この船着き場すごいね。へぇ。お土産買ってこう。ここかな。招き猫。お土産買ったぞ。招き猫。さあ、ロッペ乗ろう。食べ歩きしたいな。なんかないかな。いや、大変だよね、お母さんはね。レンタルサイクルは借りるべきでした。失敗。こうね、歩いて渡りきれない。自転車じゃないとね、無理だわ。地図から見るとね、近いように見えるけど、何気に遠い、自転車じゃないとダメだな。引くわ。さあ、ロープウェイ乗ろう。で、ちょうどね、あと50分ぐらい乗って降りてくれ。いいな。天の橋だとビューランド、これ行かないとダメだから。ここはちょっと定番ですね。展望台
で残りがだいたい時間がねあと50分、みんな来るね、行くね。